インタビューをいただきます。はい、はい、この度は大使就任おめでとうございます。そしてありがとうございます。今の率直なお気持ちをお聞かせください。はい、まあ自分としては広島育ちということで任命していただいて光栄ですし、名刺も、作っていただけるというふうに聞いているので、すごく嬉しいです。ありがとうございます。はい、ぜひ名刺をたくさんたくさん期待してもらいたいという方も多いと思うので、はい、活用していただけると嬉しいです。ありがとうございます。今後、大使と聞くと、責任重大、ちょっと重いって思われる方も多いんですが、今回の大使っていうのは新しい観光大使の概念ということで、広島が好き、広島を発信したい、その思いを持っている方なら誰でも、応募できるような制度になっています。はい、みんなで自由に それぞれのやり方で広島っていうものを発信していただくっていうものになるんですが、その新しい広島の観光大使の、として森崎さんにどのように広島をどのような活動を広島を広めていただけるでしょうか。はい、僕自身も、広島で生まれ育ってはいるんですけど、知らない場所とか広島の魅力自体も全て知ってるわけではないので、自分自身もその広島の魅力をこの観光大使に任命していただいたので、これをきっかけにいろんな場所に行って、広島の良さをできる限り自分自身も自分の上でこう体験したり経験することで、SNS で発信させていただいたり、それから広島が好きだかと をたくさん増やして、本当にこう広島の良さをこうアピールしていきたいなっていうふうには考えているところです。ありがとうございます。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ます。ちょっと具体的に大使になると、広島の魅力を知って発信してもらうために、広島の最新の情報を、LINE だったりとかメールだったりというツールを使って発信させていただいています。はい、で、また県内の新しい体験メニューにモニターツアーに参加していただくことも考えています。で、また大使同士の交流というのも企画をしているところです。で、このポスターのモデルも皆さん観光大使になっていただいている方々で、老若男女、お子さんから、もうお店の方だったりとか SNS 発信する方だったりとかというような様々な方に活躍していただいて、この花田桃太郎という北広島県のキャラクターなんですけど、はい、これも観光大使として活躍してもらっている状況です。で、その中で森崎さんとして、大使としてどんなことをやりたいなとか思われていることはあるでしょうか。はい、自分自身がまず、いろんな場所に行って広島の良さを、身近に感じながら、もちろん自分自身サンフレッチェに広島で育てていただいているので、サッカー同士にはなると思いますけど、たくさんの方にサッカーファンにもなっていただきながら、広島の良さを、いろんな方を巻き込んで、それからもっと身近に感じていただけるように、いろんな方にこうお会いする機会でしたり、いろんな場所に行っていろんな方と話をしたりとかして、広島が本当に好きなんですっていうことをちょっとアピールしたいなっていうのはありますかね。そうですね、はい、やっぱり森崎さんというと、サッカーサンフレッチェがお好きな方だったりするとも憧れの存在だったりもすると思うので、森崎さんと一緒に例えばモニターツアーを体験するっていうようなことも、大使の方々からしたらすごく一緒に、エネルギーになると思うので、はい、ぜひ、よろしくお願いします。そうですね、一緒にちょっとこう体験させていただきたい。そうですね、身近でっていうのはすごく、嬉しいと思うので、ありがとうございます。はい、続いて、広島には多種多様な山だったり海だったりっていうさまざまな魅力があると思います。はい、森崎さんはずっと広島出身で広島サンフレッチェで活躍されてという中で、県外の選手だったりとか海外の選手で県外に実際行かれることも多かったと思います。そういった方々と
と触れ合う中で、まあ、広島の魅力というのがどういうところが、まあ、意外だったなとか、こういうところが広島の良さだったなって感じる場面はありましたでしょうか。はい、移籍してきた選手でしたり、外国人選手でしたり、まあ、よく言われるのが、そこ住みやすいっていうのがよく言われてますし、まあ、自然豊かな街だと思うんですね。海もあって山もありますし、本当にちょうどいいというか、ご飯もね、すごく美味しい街だと思いますが、ここ不自由しないというか、ちょうどいいっていうのが想像したのかなっていう気はしてますし、まあ、僕は、はい、ずっと広島なので、それがここ当たり前に、身近にありましたけど、本当こう県外から来られた、まあ、選手もよく、まあ、口を揃えているのが、まあ、住みやすさっていうところはよく言われてますね。そうですね、はい、まあ、この辺に行くと花嫁も揃うし、ちょっと行くと山も海も揃って、食べ物もお好み焼き、牡蠣だけじゃないものも広島にはたくさん美味しいものがあるので、はい、そういったところも私たちのとこう県外の方からの関心点もすごくあると思うので、はい、この発信をしていただければ、もっと広島の良さが広まるんじゃないかなと思っています、はい、ありがとうございます。では最後になりますが、2000人以上いる、まあ、ヒット広島観光大使の全国の皆さんや、まあ、サンフレッチェのファン、森崎さんのファンに、皆さんに一言お願いしてもよろしいでしょうか。はい、まあ、一緒にこう、観光大使の方でしたり広島の方、まあ、広島が好きな方と、まあ、一緒に盛り上げていきたいなという思いと、まあ、まだまだ自分自身こう広島のことを知り尽くしているとは言えないと思うので、いろんな場所で、まあ、自分自身もいろんな経験を、まあ、体験させていただきながら、もっとこう広島っていいとこなんだよっていうことを発信していけるようにしていきたいなというふうに思いますし、サンフレッチェ広島も2024年にサッカー専用スタジオが完成しますし、一緒にこうスポーツの街として、はい、スポーツもね、一緒にこう盛り上げながら、スポーツにもこうもっともっとたくさんの方に触れていただきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。